出たかな。出たと思う。あ、出た。出たはい、こんにちは、まあやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。サクッと工作ジバニャンのチョコ棒のロボニャン型製造機です。妖怪ウォッチのこのロボニャン型のチョコ棒製造機、はい、ダンボール工作みたいなやつなんだけど、はい、こういうのが売ってたので買ってきました。ああ、じゃあ早速開けてみましょうか。はい、いきます。紙だ。おお、よいしょ。中にはこの組み立ての一式とジバニャンのチョコ棒組み立てパッケージが2つ、はい、それとステッカーが1枚と組み立て説明書が1枚、あと輪ゴムが8本ついておりましたね。はい、じゃあこちら組み立てていきましょう。はい、はい、ということで組み立て終わりました。だいたい1時間ぐらいかかったかな。うん、あ、結構大変でしたね。はい、で割とね難しかった。うん、あのね、一応対象年齢は6歳以上なんですけれども、はい、エイシン君もう7歳だけどちょっとね分かりづらいところもありましたね。はい、はい、なんで一緒に組み立てました。はい、で、まだ完成してないですね。うん、この最後にステッカーを貼って完成しましょう。はい、じゃあエイシン君いろいろお願いします。はい、じゃあこのチョコ棒のステッカーだけパパ貼るね。はい、じゃあまず目のシール貼ります。よし、チョコ棒のシールを貼り終わりました。はい、これが普通のチョコ棒でこれキラキラチョコ棒、こうなるとちょっと本物っぽい。うん、あとはデコシール、はい、はい、目とこの鈴のところのシール貼りますか。うん、はい、あと横にデコシールどんどん貼っちゃいましょう。はい、ジバニャンのチョコ棒とジバニャン、じゃん、ちょっと斜めにした方がかっこいいかもね。はい、ロボニャンと貼り終わりました。はい、はい、これで完成ですね。イエーイ。はい、そしてここにダミーのジバニャンのチョコ棒がありますね。はい、でこれをですねこの後ろの部分ここ、はい、ここに開けて入れるんだ、はい、ね、あ、ジバニャンのチョコ棒が斜めにならないようにまっすぐ入れてって書いてある。はい、はい、じゃあ入れてください。はい、こうやって OK、 OK、 そしたらこれ閉めるでしょ。はい、出た、プッシュ、このそうボタンをプッシュしてください。はい、出たかな。出たと思う。あ、出た。結構ね何回かプッシュしないと出ないね。はい、一回ねベロのところにあーって言ってその後口の外に出るって感じ。うん、2段階なんだよ。うん、でそれがうまくいかないと出ない、かかっちゃう、引っかかっちゃう。そうそうそう。じゃあパパ、はい、パパ行ってみましょうか。あ、出た、ね、おー、出た。こんな感じですね。はい、今のはダミーでした。はい、じゃあ今度は本物のジバニャンのチョコ棒、はい、これでできるかもやってみましょうかね。はい、はい、じゃあまずは普通バージョン。普通バージョンね、はい、これさ本当はこうやっていくつか貯めておくものなんだよね。うん、製造工場だから。でこれで同時にできるか、あ、同時じゃない、連続でできるかやってみましょうか。はい、お、出た、出た、おー、出た、出た、オッケーオッケー、できましたね。はい、はい、これ絶品牛乳味。うん、じゃあどうせだから食べちゃおうか。はい、イエーイ。あ、4本ぐらいが限界かな。はい、うん、なんでこれはなんかリビングとかに置いておいて、うん、食べたい時にこうプッシュして出して食べればいいわけですね。うん、はい、じゃあこれ食べましょうか。はい、久しぶりだなジバニャンのチョコ棒。うん、結構美味しいんだよね。いただきます。うん、今回ね、あ、うまい。うん、絶品牛乳味、うまい。うん、これなんだけど、うん、今回はね購入して組み立てたわけじゃん。うん、こう同じ仕組みで段ボールで作って、うん、自由研究なんかにしてもいいんじゃない。あ、そう、中身の仕組みを勉強するためにこれ買うってのもありかもしれないですね。確かに。はい、はい、ということで今回はサクッと工作ジバニャンのチョコ棒のロボニャン型製造機でした。出てこない、出てこない、出た、出た。長かったですね。うん、これもしかしたらいっぱいは入れられないのかも。うん、ね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。うん、そういったマイチャンネルでは Twitter、Facebook、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。
熊本から帰ってきた日にね、この動画撮ってるのにちょっと疲れが残ってて、うちら2人とも滑舌が悪いね、はい、ちゃんと言えないですけど、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。